さチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。バイオリニストのあやさです。今回もこうやって演奏以外の動画を上げてみておるわけなんでございますけども、私よくこうあやさチャンネルにライブの告知とかも出してるんですけど、いつもあやさチャンネルをご覧の皆さんこんにちはで始めてる気配があるんですよ。その YouTuber の皆様いらっしゃるじゃないですか。私はあのラーメン好きなんで、すするさんをよく見て、すするさんの動画を見てラーメンを食べた気になってるんですけど、皆さん定型の挨拶みたいな、その動画が始まる時のなんかそういうのをやっぱりせっかくだったらやった方がいいんじゃないかみたいな。でそれがあやさチャンネルをご覧の皆さんだとなんか普通なので、なんかこうもうちょっといいやつでも、なんかこう適度にこうあんまりこうブリブリしてなくて、適度にスタイリッシュで適度にいい感じのやつがやりたいんですけど、どうなのがいいのか皆さん考えてくださいっていうのはちょっとあまりに他力本願なんですけど、どんなのがいいと思いますかっていう、あの今日は皆さんお願いの動画ではあるんですが、何かこう私がやったらいいんじゃないかっていう、このあやさチャンネルのこの私のプライベート動画の最初にする挨拶文、なんか良さげないい案があったら皆さんぜひ教えてください。なんかこういい動画の最初の挨拶がないかなと思って、いろいろスタッフさんとかとも一緒に話し合って考えてはみました。そんなスタッフさんとちょっと考えてみたやつを何個かやってみたいと思います。どうや、あやさです。これ結構私どうやるんですよ、ライブで。なんかいいかなと思うんですけど、やってみて思ったんですけど、これ常にバイオリンがないとできないやつだから、なんか外とかだとなんかできないから、あんまりバイオリンがやっぱこういうのない手軽なやつの方がいい気がしたね。やめよう。はい、よいしょ。あやさです。でなんかこれダメじゃないですか、こう完全に。しかもちょっと足腰に負担がかかることが今分かった。やめよう。なんかいいやつないですかね。はい、ということで全くちょっとネタが思いつかない私めでありましたので、ぜひここは皆様のお力をお貸しいただけたらなと思っております。適度にスタイリッシュ、適度にかっこいい、適度におしゃれ、適度にかっこいい、もう一回言っちゃったけど、なんかそういう感じのいい挨拶があったら教えてください。他力本願ですいませんが、よろしくお願いします。ということで、今回は何をなんか完全に他力本願な動画にはなっておりますが、今回の動画も見ていただいてありがとうございます。よかったらぜひあやさチャンネルのチャンネル登録、そして高評価ボタンを押していただけたら嬉しいです。そしてですね、前回お知らせできてなかったんですが、私ツイッターなどなどいろいろ SNS もやっているので、ぜひ貼ってあるかな、多分どっかから行けると思うので、ぜひそんな私の SNS もフォローしていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。